はい、ポケモンバイオレット続きからやっていきたいと思います。前回終わってからですね、少しですね、ちょっとポケモンをですね捕まえました。ワッカネズミという子を捕まえました。カップルらしいですね、この2匹ね。なんかびっくりしました。カップルポケモンって書いてあって、何それって。まあなんかね、ノーマルタイプなので、ちょっとまあそんなにすごい活躍するかと言われたらわかんないですけど、あんた戦わないんで別に。ですね、それでですね、ちょっと前回戦ってこなかった人たちをとりあえず殴り飛ばしに行こうかなって思います。ガーディがいればね、ちょっと強気に出れるんですよね。よし、なめんなよ子供。ピンプック、どこにいるの？で、ピンプックがどこにいるか教えて。欲しいんだけど。捕まえたいですね、ピンプック。燃えろ。あ、強い。大丈夫、うちのガーディはね、そんなもので混乱したところでね、関係ないですから。頑張れ。ナイス。でね、1名進化するんですよ。もう1回ね、進化しそうだったの B ボタンでダメ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 、進化しないでってやったんだよね。だから進化すると思いますよ。ほら、この子1回戦わせたんだけどさ、あの体についてる。お、なんか知らない色のビビオンだ。ファンシーな模様。この子ファンシーなんだって。数起こし覚えた、いいですね。体当たりいらないんじゃない？普通に体当たりするタイプじゃないし。ビビオンって初めて使う。ちょっとテンション上がるかも。ま、子供倒せたのもテンション上がりますよね。で、ピンプックってどこにいる？見ればいいのか。ピンプックを、ビビオンでかいな。図鑑で見ればいいんだよね。待って、撮影しちゃった。ピンプック、あ、なんかピカチュウもらえました。あれで。あとなんか変なバッタ捕まえました。なんかでもあんまりちょっと可愛くないなと思ってちょっと入れませんでしたね。めったに見かけない。なるほどね。どこにいてもおかしくないけど、この辺だったら。ただめったに見かけない、レアリティの高い子ですよってことね。なるほど。じゃあ私出会えないよ。私も宝探ししてるのよ。若い子には負けない。若い子にはおばさんなの？負けないわよ、おばさまには。あれ、あ、待って、ゴースとか持ってる。マジか。ゴースでしょ。赤い車、そう、あのなんかさ、虫ポケモンがどうのこうの言ってたじゃん。いるんだよね、向こう側に。なんかうろうろ歩いてたら見かけちゃってさ、もう行くしかないかなって。闇カラスでしょ。ちょっとごめん、対応できる子はいないですね、うちには。ごめんなさい。闇から常に飛んでるんだ。へえ。いやマジ、このガーディーがさ、マジで優秀すぎて。大丈夫かな。
いや、見た、ね、今見たこの何さんだっけ、おばさんのなんかポーズ、はぁ、かったるいわみたいな、何この人、余裕ね。私はもう一戦一戦ヒーヒー言うてるのに。今腰痛いのかな腰痛いんだったらしょうがないけど、よし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 、で、あ、そうだ、お任せ回復、あれそうじゃないの、すごいでかいんだよね、あそこにいるの。ちょっと行ってみます、まあ行くだけ行くか、ちょっと見かけちゃったら行くしかないよね。すいません、あれ移動した、 すいません、何あの子すごい動くんだけど、あっち行っちゃった、あ追いかけましょう、逃げられたら追いかけるよそれね。もっとスピード出ないのかしら。いたいた、こんにちは。待って、この人は何タイプなの、岩水とかかな、だと終わるよね。もうガーディーにはどうしようもない。ガーディー大丈夫、岩壁の主が崖ガニ、何それ、もう逃げられない。あ、でも意外と通りますね。火炎車してみていい、多分効かない気がするな。うわ、終わった、大丈夫だった。まあどっちもどっちですね、噛みつくだとしても。防御は下がるんだ、そうなんだ、あ、特防も下がるんだ、へえ。大丈夫かな、うわ、5、ちょっとバック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 、死なせない死なせやしないよ私は。やっぱね、このガーディーにはもう助けられてますから、レベル上げた時から、なめんなよって、ああ防御下がっちゃったよ。いや、いけるはず、これで終わるでしょ、はい、何どういうこと、探そうだって、何あいつ、ちょっと逃げないでよねえ、こっちの努力、すぐそこにいるんだけど、うい、今だって今私そこにいたよね、死んだんじゃない、大丈夫、何かを食べ始めた、ん、主を見つけたのが遅いよ、来るのが、あいつが岩壁の主、でかすぎんだろ、スパイス食うて強くなってんのか、スパイス食べると強くなるの、ミスったわポケモン変えればよかったよね、待って、シェルダーいる、てかペーパーシェルダー使ってんだ、センスいいね、やばそう、やばそうって、シェルダーいるなら勝てるんじゃないの、頑張って、うわ全然効かなくなってる、泣いた、
シェルダー大丈夫？頑張って。てか水鉄砲なんだ。バブル光線ぐらい覚えてないの？変えるか、うちも。ルリリー。あ、そっか。今変えれないのか、そっか。あ、間違えた。遠吠えじゃない、遠吠え。でも遠吠えでもいいっちゃいいけどな。まあいいや、攻撃しとこう。シェルダーが集中攻撃を受けているんだけど。ちょっとかわいそう。出た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 。いろいろ上がったよ。なんかこの子のさ、普通サイズその辺うろうろしてるけど、うんって感じですよね。いや、シェルダーのおかげでマジで余裕。あれ、攻撃すらされないからね。やった。え？かわいい。これにはみんなレベルアップだよね。うん。フェイント覚えたい。フェイント？フェイントって。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。もう糸吐くいらない。あの子使っていけるのかな。あの雲の子、このタマンチュアちゃん全然全くちょっと活躍しないんだよね。出番もないみたいなね。ウッシュとお疲れちゃんだぜ。虫ポケモン怒らすとすげえ怖えんだな。そうでもなかったわよ。でもあいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。自動で終わるのかしら。探索しなきゃいけないのかな。薄暗いから気をつけろよ。うこれ秘伝スパイスだ。本で見たまんま。綺麗ね。甘スパイス、甘いの？やったぜ、ユタのおかげだぜ。まあね。ないな、日本によると。胃を健康にして食べ物を消化しやすくしてくれる。腹痛や食欲不振にも効果絶大なんだとさ。素敵、欲しい。ね、胃もたれしてる人とかいいんじゃない？早く食わせてやりたいな。誰に食べさせてあげたいの？お待ちどうさん、スパイスたっぷりペパーサンドイッチ完成だ。あと主ポケモン倒してくれたお礼のバッジもやる。バッジ？ジムバッジのレプリカアレンジしたんだ。かわいい。ね、何この二人、かわいくない？こういうのくれるんだ。で、こいつなんだよ、自分で出てきたのか。あげよう、あげよう。お前のはないぞ。かわいそう。あげる。お食べ。せっかく作った投げちまってさ。ユタの分ないからな。悲しい。分かった分かったよ。俺の半分やるから単体味わってくれよ。なんだかんだ優しいわね。もう食い終わったのかよ。何？ライド技ダッシュ。なるほど。なんかこいつパワーアップしてね、こういうことを、なんていうの、この、こっちの話を進めていくと、
未来道がどんどんこう移動的にも便利になっていくってこと？ほんとスパイスの力ってすげえね。感動しました私。こんなにも効果があるならきっと今日宝探しに役立つんじゃないか。そうに違いね。秘伝サンド食って腹いっぱい。後片付けでもするか。あ、全部やってください。お前はいいってね。人とか優しい。あと俺に任せて残り4つの秘伝スパイス先に探しててくれよな。まあそうね、順を追ってって感じかな。なんか最初この人ちょっとやだなと思ったんだけど、いいやつかもしれないわ。もういいぞ。え、何出てこ。え、何シェルダーそんなはずないよね。さすがにシェルダーではないよ。何なんだろう。ハロー、ユータ、こちらフトゥ。未来論が本来の力を一つ取り戻したようだな。ライド状態で走るダッシュの速度が上がったようだ。Lスティックを押し込むとダッシュができるようになりました。はーい。次はやっぱジムですよね、こうなってくると。ちょっとダッシュダッシュ。わあ、本当だ。まあ、早いのかどうかわからないですけど、まあ、多少確かにスピード上がってますね。じゃあジムどこだっけ。あなた何？ピクニックしてらっしゃる。あ、ありがとう。私はもうギリギリまで自分ではやらない。推しポケモンたちで固まったらやろうと思ってる。あれ、これ違うくない？私行ってる方向。ちょっと待ってよ。違いました。今ここにいる。合ってるわ、合ってるわ。よし、行くぞ。え？何？この人何？喋り方がオタクのやつだよね。芸術家のまなみ。へえ。なんかもう何が芸術家。あ、待って。ねえ、ビビオンそっちの方が可愛い。ショック。うちのビビオンの方がなんかちょっと微妙な色かもしれない。ムカつくんで一撃で落とします。飛び跳ねる飛び跳ねるって、あ、まあ、まあ覚えてもいいかなと思う。跳ねるがマジでいらないもんね。うん、わ、何今なんか大丈夫。さよなら、まなみ。はい。そんなまなみはほっといて。よいしょ。いや、何？ちょっと邪魔だよ。ちっちゃくて見えなかったよ。この子はいらないですね、さすがに。はい。よいしょ。んで？ん？何今のとこ？こんなとこありました？え？落ちちゃった、ごめんなさい。大丈夫？ちょっとあんたたち邪魔、こっち来ないでよ。はい。なんかこんなさ、すごい下の方まで来たけど、これといって、なんだあれなのか、なんかレアリティの高いポケモンがいるよとか、
そういうわけではない。何これ、迷子だよ。とりあえず階段登れってこと？よいしょ。めっちゃおる。あ、これがある、ラッキー。穴を掘る。今のうちの子たちにはちょっといらないかもしれないですね。穴掘りそうな子いないもんね、あんまりね。あ、もう夕方になってきちゃってるよ。あ、出れた出れた。なんかたまにいるんだよ、このなんだっけ、あの血の子みたいな子。土人じゃなくて、なんだっけあの子ね。こんにちは。え、あなた誰？何あなた、知らない人いる。え、なんか怖い。え、なんか怖くないですか。過密が効かないんだ。何タイプの方なんだろう。一生ひるんでほしい。どうせ、え、フェアリータイプ、もしかしてこの子。え、でもフェアリーっぽくなくないですか。やった、カヌちゃん、カヌちゃん、カヌちゃんイントネーション結構悩みますね。カヌちゃんはフェアリーハガーネ。へー、なんかあれですね、絶対進化したらごついでしょ絶対ごついって、このタイプは。あー、もうボックスでいいです、ごめんね。カヌちゃん、こんなとこにいたのね。よかった、ここ来て。え、これ道合ってますえーっと違う、これ最初のところじゃない。この人に負けたんだよ私。そうだそうだ、このジジイボコボコにしてやんよ。ほら、このこのね、ありえないぐらい目を見開いた人ね。そうこの人のプリンにダメージを与えられない、与えられないで苦しんだんだよね。え、なんかそのさ、ずっと転がってる岩みたいなやついるじゃん。転がってるってか歩いてる、なんかちょっと気になるな。やけどお疲れ。よし、余裕ですね。うん、メークルって何でしたっけ。ノーマルでしたっけ、違ったわフフ一撃だわ。よし、お金ください。あ、めっちゃくれるよし、じゃあ、え、この子戦ったっけ？戦ってなかった。何茂みの中からバーって。丸見えだったわよ。学生なのこの子は。なんか、幼稚園児とかじゃないの？暇ナッツ。ちょうどいいガーディの餌食だよね。うん、悪いけど。ソハチか、ルリリ。
そろそろ進化してほしいですけどね、ルリリアタイはね。まあでも夏期だからな、難しいよな。レベル12、全然余裕。全然余裕ではなかった。うん。怖いことしないでくれる、本当。よし。まあまあ子供にお金は期待してないですからね。さあ行くぞ、ダッシュ。ダッシュダッシュ。うう。とりあえず道、あそこだ。あのポケモンセンターに向かえばいいんだ。まあでもとりあえずこの辺にはあまり私の好きなポケモンやっぱいないですね、もう。この子倒したよね。よいしょ。え、どっち？なんか戦ったもんね。うん。よし。やっと進めますね。もうここまでは来れるんだけどねっていう。よし、行くぞ。でれん。何？え、てか街可愛くない？え、街めっちゃ可愛い。お惣菜だって買いたい。なんか、これか、これあれか、あれに入れるものってことかな。なんだっけ、ほら、パン作るでしょ、サンドイッチ作るでしょ、それに入れる系。ポテトサラダってでも私サンドイッチにあんま好きじゃないのよね。なんかちょっと違うなと思っちゃう。こちらはカフェかしら。なんかどこにでも服屋さんとかさあるわけではないのね、やっぱり寂しいわね。ポケモンと遊ぶ、どうぞ。広いな。こっちは？こっちから来たんだよね。でも行っちゃうよ。今一瞬ムービーっぽいのが来たからさ、なんか誰が来るのかなと思って誰も来なかったね。いたし。ジムに来たってことはジムバッジ集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。イエス。やった、そう来なくっちゃ。誘った甲斐があったよ。私はもう全てを並行してやっていこうと思ってるから。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。これあげとく。私だと思って使ってない。何？待って、ごめん、わかんない。いい傷薬はあなただと思って使うの？どういう感情で使えばいいのかわかんなくなっちゃうんだけど。ねえ。ユータがチャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。なんかこう、いても立ってもいられない。その辺のトレーナーに片っ端からしょ。かわいそう、その辺のトレーナー。クワッスで挑戦したらボロ負け。ガーディーなら多分余裕だと思うよ。よいしょ。寝てる時のここ。
ようこそボールジムへ。挑戦者の野村を登録します。ゆうたさんですね。当ジムリーダーコルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ボールジムのジムテストは気まわり集めです。はあ。作品のモチーフとなる自然や自然を含む太陽に感謝しており、どちらの要素を持っている気まわりを集めてもてなす風習があるのです。ユータさんにはボールタウンで太陽のようなお花のポケモン、キマワリを見つけていただき、10匹集めてキマワリ広場へと連れて行けば。何それ。結構めんどくさくないですか。キマワリ、キマワリ、そんないる。あ、こういうのが実はキマワリだってことかな。そういうことじゃない。なるほどね。ちょっとあなた、私はキマワリの、キマワリお姉さんって何よ。ジムのキマワリたちのお世話係なの。キマワリ集めをしに来たジムテストの挑戦者だね。早速キマワリたちには街中に散らばってもらおうか。まだ散らばってなかったの。10匹集めたらこちらキマワリ広場へ連れてきてね。10匹頑張ろう。ちょっと10匹よ、10匹10匹10匹ちょっと動けない。10匹10匹これじゃないの。嘘、違ったんだけど。あ、いた。何、ちゃんと、あ、ついて、かわいい。ちゃんとキマワリの形でいるんだ。てっきり私こういうさ、花になんか擬態してんのかなとか思ったけど、違うんだね。なるほど、なるほど。いた、ほら、こういうとこ絶対いると思った。よし、とりあえず2匹。あとどこだ。向こう側にもいそうじゃない。ほい。ちょっとこれ乗ってると小回り効かなくてやだな。走ります。巻き回りと一緒に走れるっていたな今な。あ、いたいた。はい、こんにちは。今3匹ね。あ、これはもう街カウントじゃない。なんかどこまでが街の中カウントなのかねえ、わからなくなりますけど。どこだ。いた。え、待って、わかりやす。これで4でしょ。あ、8人もいる。これで5ね。はい。向こう側にいるんよね。ちょっとあれだけ取っといていい？はい。あ、先生の爪じゃん。てか待って、水いけるんだ。強っ。これでじゃあ水辺のポケモン捕まえれるってことね。朗報なんだけど。とっても朗報。いいえ。なるほどね。これ飛び越えれない。飛び越えれたーっと。あ、でもいないですね。何、なんか光ってない。ちょっとあなた、いや、じゃあ有名な作品どうでもいいね。よし、投げつける。キマワリ投げつけたろかって。これ中じゃないの。うわ、迷路っぽくなってるもん、この中絶対そうだ。
いいな、あ、いた。あ、擬態してるやつもやっぱいたわね。で、絶対この中いるから。これで 8?8? いた。違った、いなかった。何あんた。あ、じゃあいるわ。騙されるところでした。言うてあと1でしょ？絶対いるって。あ、いた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 。でもどうやって、ライドしたい。できません。え、ちょっとわかんない。何？よし、10匹集まったよ。すごいぞ。じゃあこれで、じゃあ木回り広場の前まで行ったら今回終わりましょうかね。そうですね。いや、ちょっと10匹ついてくるのなかなかなビジュアルですね。よいしょ。このスピードについてくるのなかなかすごいと思う。よし。ごめん、今引いたみたいになってるよね。ごめんね。ということで、今回はじゃあ一旦この辺で終わりまして、次回は事務戦ですね。まあまあ余裕なんじゃない？草タイプに相性いいのは結構いますからね、うちね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。